この際、河野太郎君から関連質疑の申し出があります。続いて、自由民主党無所属の会、河野太郎さんの関連質問です。自由民主党の河野太郎でございます。まず、再就職と監視委員会にお伺いをいたします。今回の文科省の天下り問題の発覚のきっかけとなったのは何だったか、手短にお答えいただきたいと思います。 内閣府再就職等監視委員会事務局長、塚田治君お答えいたしますええ私ども監視委員会は、内閣人事局が四半期ごとに公表しております、管理職員の再就職の届出情報、その他、委員会に入手いたしますさまざまな情報を鋭意、監視を行っております。そうした中平成28年3月 当該再就職の届け出が公表され、その中に、元文科省の高等教育局長が早稲田大学に再就職した旨の届け出が含まれておりました。この公表情報をもとに、当委員会において、文科省に対しまして紹介したうえ、関係者の聞き取り、あるいは証拠書類を精査した結果、文科省の人事課職員が元局長の情報を大学に提供し、 また元局長自らが在職中に利害関係のある大学への救助活動をしていた疑い、そしてそれらを人事課が隠蔽を図ろうとしていたことが認められたというものでございます小野太郎君。総理の指示で、内閣人事局がこの問題を調査するということになっていると思いますが。 これ霞が関が霞が関の問題をただ調査しただけでは、世の中の信頼は得られないわけで、これ内閣人事局の調査に当然、外部の目が入ると考えておりますが、山本大臣、それででよろしいでしいょうか山本大臣。総理から今回の事案はあってはならないことであって、したがって国民の疑念を払拭するために、 全不省庁に対して徹底的に調査し、その結果を明らかにする必要があるということで、えー、しっかり調査するよう、そして報告するよう、私に対して指示がございました、私としても厳正、えー、かつ徹底的な調査を行いたいと思っておりまして、ご指摘のように、外部のメモをしっかり入るという形でやっていきたいと思っております。小野太郎君 えー、文科省が今、調査をしていると思いますが、内閣人事局の調査に外部の目が入るという状況の中で、当然、文科省の調査にも外部の目が入るということでよろしいですね、松野大臣。松野文科大臣。まず、この度内閣府再就職等監視委員会の調査によりまして、 明らかになりました文部科学省における再就職に関する国格公務員法違反行為等につきまして国民の皆様に文部科学行政に対する信頼を著しく損ねたことを心からお詫びを申し上げる次第であります文部科学省としては省として申請し省全体を挙げて信頼の回復に努めていく所存でございます ご質問の再就職等問題に関する調査班でございますが、この調査班が行う調査については、国家公務員法第106条18第2項の規定に基づきまして、再就職等監視委員会に対して、調査方針や調査項目等の報告を逐次行うことが求められており、その中で公正中立性を確保することが可能であると考えておりますが、 委員ご指摘のとおり、より国民の信頼回復を図る観点から、公務員制度等の有識者、え弁護士等のに調査に関与していただくこととしたいと考えております小野太郎君。調査に関与では弱いんじゃないですか、泥棒に泥棒の見張りをさせても意味がないわけですから、松野大臣。 関与っていううのは何なんでしょうか外部の目がきちんと調査をしなかったら、今、国民の信頼を得ることはできないんじゃないですか松野大臣。先ほど申し上げました公務員制度の有識者、弁護士等の第三者の方に、ですねこれがその調査班の中に加わっていただく。 方ががより公正性が担保できるののかまたこの調査班に対する監視体制を新たに作り、ですねそれを構成していただくことがより公正性が保てるかに関して、今後、検討し、早急に結論を出したいと考えているところであります河野太郎君、調査班に入るどころか、調査班を外部の人材でやるのがいいに決まっているわけで。 これは役所と相談してもよくなりませんきちっと大臣のリーダーシップでやっていただきたい、外部の目をしっかり入れて調査をしていただきたいと思います。自民党の野党時代に、私は影の行政改革担当大臣というのを拝命をしておりました。当時のの自由民主党が提出をした法案の中には圧戦禁止 に違反をしたら、刑事罰をきちんと入れようということを、2010年の自民党案には盛り込んでおりました、その後私が本会議で造反をして役職停止になってしまったもんですから、<laughs> 法案とおさらばしてしまいまして、えー、この法案、成立をいたしませんでしたが、こういう状況の中で、やはり圧戦禁止には単なる懲戒処分ではなく、刑事罰を盛り込む。 あの当時の自民党案、復活させるべきではないかと思いますが、山本大臣、いかがですか山本大臣あの。現在の補正とでは、懲戒処分ですが、まあ、不正な行為がある場合には、刑事罰もかかるようになっております。えー、私どもとしては こうした事案が決して起こらないように、えー、今回のおようなお最終特等規制委員会等のおそういう活動も含めてです、ね、しっかりと対応してまいりたいと思っております。小野太郎君あの。今、野党の皆さんから賛成するという話もございましたんで、政府が対応できなければ、議員立法でやることも考えなければいかんと思います。<laughs> さらに 今の再就職と監視委員会、これは、再就職と監察官、今、政令で常勤の監察官1人でございますが、こういう状況でございますから、期間を区切ってでも常勤の監察官を増やすべきだと思います。これは政令で対応できるわけですから、ぜひ、山本大臣にリーダーシップを取っていただいて。 監察官、常勤の監察官を増やしていただきたい、さらに再就職等監視委員会の委員は、今、4人が非常勤でございますが、これは法改正が必要ではありますが、委員の中で常勤のものを増やす必要があるのではないかと思います。また今、役人 OB による圧っが抜け道になっております。 現職の役人の圧戦は禁止されておりますが役人 ob の圧戦は禁止されていない脱法行為の抜け道になっているという批判もございますこの際役人 ob の圧戦も禁止するそういった措置を取る必要があるのではないかと思いますが山本大臣いかがでしょうか山本大臣 <laughs> あの大事なことは、まさに天下りというようなことで、官民着を根絶することであります。従いまして、えー、それをしっかりとやるために、必要なことは何でもやるというの考えで、国民の信頼を取り戻していきたいと思っておりますが、あどこまでできるのかについては、しっかりと検討していきたいと思います。河野太郎君必要ななことを何でもやるならば 何でもやる必要があるわけで、どこまでやれるかなんて大臣がへっぴり腰では困ると思います。そこはあのしっかりやっていきたいと思います。さて、再就職等委心会にもう一度お伺いをいたしますが、今、役人の役所の OB から役所の現職に対して何らかの働きかけが行ってはいけないということになっておりますが、これまで再就職等委心会でそうした、 ことが行われていると指摘したことがございますか塚田事務局長答えいたしますえ国家公務員法では再就職した国家公務員 OB が持っていた職場に対して離職後2年間職務上の行為を要求したり依頼したりするといった働きかけをすることは規制されておりますそうした働きかけを受けた職員は委員会の届け義務が課されています 党委員会が発足してからこれまで、党委員会への届け出が許されたことはなく、違法を認知した事例は現在のところ、一件もございません河野太郎君。これ、再就職と監視委員会がもしそうしたルール違反を発見ができるとすれば、それはどういうきっかけに基づいて発見ができると、再就職と監視委員会、お考えになってますか。塚田事務局長 <laughs> あの一般的には、やはり、あの通報等が考えられるところでございます。委員長河野太郎君。あの、通報等がなければ、わからないというのが、やはり現実なんだろうと思います。今回の文科省の天下り、そのものについてもですね。斡旋があったかどうか、早稲田側から。言われなければ、わからなかったという現実がある中で。その斡旋を。 禁止しているから、いいんだということには、なかなかこれ、ならないんではないか、その違反したことがわからないということであれば違反を禁、違反を禁止するということは意味がないわけですから、むしろ、再就職をできる、つまり役所と関係しているところに、再就職を何年してはいけないという、行為規制のようなものをきちんと入れなければ、 これ、抜け道を防げないのではないかと思いますが、山本大臣、いかかがですか山本大臣、あのこれはあの先般の改正、えーあえー、されました国家公明法改正で,です、ねえー、しっかりと天下りをおなくすという原則を打ち立てて、そしてそれを、まあ、かあ最終的と監視委員会でチェックするということで。 しっっかりりとやっているわけでありますまさにその監視委員会の機能が発揮されたからこそ今回のような事案が出てきたわけでありましてこれは私は機能しているというふうに思いますそういう意味でこれがまた徹底しそうした認識が国家公務員全体でもうしっかりと確立するというように改めて調査をしてそうした ことをっていいきたいというそういうふうに思っております野太郎君今回、確かに再就職と監視委員会が機能しているということを明らかにしたわけですが、それでも、それでもすべて違反をチェックできているかどうかというのは分からないわけです。今最終職と監視委員会事務局長がおっっしゃったように 通報がなければ分からなないいいルールー違反というのは見逃されている可能性がありますならば、再就職等監視委員会が全部分かっているという前提ではなくて、分からないという前提に立つならば、少なくとも再就職に関して何らかの規制をする、こういう規制そのものをやらなければ、抜け道は防げないんではないですか。山本大臣 あの行為それは改正する前がです、ね、そういう形が一応あったんですけどもその時にやはりいい官民癒着という問題が指摘されてわれわれとしてはもう天下りというのは絶対だめなんだとそれで、えー、これが原則ですよという形に法律改正をしてそしてそれがああしっかりと守られているかどうかについては 監視委員会で監視するという制度で、えー、構築をし直したわけでありまして、私はあこの点をしっかりとお、えー、厳正にやっていくようにすれば、ですねそれはあ公務員もそういうものだということがはっきりしてくるというふうに思います、えー、確かにその意味では、こうした問題が起こったことは大変重大なあ問題でありまして。 えー、この点を私どもは、改めて総理の指示を受けて、ですね、えー、徹底的に厳正に調査をして、えー、今後一切そういうことがないように、そして、えー、ご指摘のようなことがないような、また監視委員会のあり方とか、あるいは私どもの指導のあり方とか、そういうことをやっていきたいというふうに思っております河野太郎君内閣人事局の調査、あるいは文科省の調査の結果。 圧線禁止違反があったということになれば、この圧っを禁止してるからいいんだということには大きな抜け道があるということになります。そうなれば、行為規制をやらなければ、天下りの問題は解決しないということになりますんで、きちんと調査をやっていただいて、ですねその調査の結果、圧っ禁止だけではだめだというならば、しっかりと行為規制に踏み込んでいただきたいと思います。 さて、今回問題になったのは文科省の天下りでございますが、実は文科省から国立大学法